ちは今亀有方面、亀有中学付近を走っています。高校のあたりに行きましたね。修学といえば昔は結構甲子園出てたイメージなので、確か去年じゃないでしょうか。今年の夏の予選野球の優勝とか試合とか多かったんじゃなかったっけな。修学で高橋さんだっけ。高橋さんのジャイアンツにいた左ピッチャーで、
8丁目ですね。雷じゃなくて青となっちゃった、この辺は。まあ、同じ葛飾区ですね。青とって、京成に青と駅ってありますけど、地名の青とは青い鳥が青となんですけど、確か京成の青とは磨くなんですよね。その方が何なのか知らん。ああ、青となんだけど、ここは雷小学校なんだ。修道高校の方に行っちゃうのかな。修道高校の逆側に行くんですか、この辺は。青と8丁目ってことは修道高校は青と8丁目にあんのかな。修道高校は多分青と8丁目なんですね。わ、めっちゃ綺麗なグラウンドじゃん。すごいな、天然芝。ここでサッカー上手くなりそうですね。天然かどうかは人工なのかな。人工芝かもしれない。新しいお家も建てようとしたりしてるんですね。
感じで雷二丁目を走ってまいりました。また崖のところ行ったら動画撮ってみたりする。こんな感じで何の意味もないので、だらだらと街の映像とともに走るっていうだけのことです。よろしくお願いします。